それでは、記者懇談会始めさせていただきます。4件冒頭ございます。まず、9月8日に、パリ、パラリンピックが、閉会いたしまして、7月末から熱戦が続いたパリ大会が閉幕いたしました。オリンピックにおいては陸上女子やり投げにおいて女子フィールド種目初の金メダルを獲得しました北口榛花選手、フェンシング男子エペ個人においてフェンシング個人種目初の金メダルを獲得しました加納光輝選手を含め、これまでメダル獲得がなかった10種目において初のメダル獲得ということで、合計金メダル20個、総メダル45個を獲得するなど、海外開催大会では過去最高となる大変輝かしい結果になりました。パラリンピックにおきましても車いすラグビーにおいて初の金メダルを獲得したほか、車いすテニス女子の上地結衣選手の初のシングルスダブルス2冠を達成するなど、団体競技においても個人競技においても躍進し、年齢も18歳から61歳までの幅広い世代のメダリストが誕生しました。結果として海外開催大会では過去最多となる11競技でのメダル獲得、また金メダル数ランキングでは過去最高タイの10位となるなど、素晴らしい結果を収めていただきました。選手の皆さんが限界に挑む姿は、多くの方々に勇気と感動をもたらしました。さまざまなプレッシャーがある中に戦われてこられた選手の皆さんに心から敬意を表したいと思います。なお、私もオリパラと現地観戦させていただきましたけれども、今大会は、有観客の開催となりまして会場は大いに、盛り上がっておりました。観客の声援は選手を鼓舞する力を持っているなということで、やはり有観客というのは改めまして素晴らしいなと思いました。また前回、東京大会においては無観客ということでして、そういう意味でもパリは良かったんですけども、我々は2026年に愛知名古屋で開催されるアジアパラ競技大会が32年ぶりに前回が広島でしたので、94年自国開催であり、またオリパラ大会に次ぐ大規模な国際総合競技大会として、国民の皆様にトップアスリートを躍動する姿を直接感じ取っていただく絶好の機会だと思っております。愛知名古屋大会に出かか観客の声援で埋め尽くされるよう、スポーツ庁としても次はそちらに向けてですね、県関係団体と連携しながら盛り上げていければというふうに思っております。続きまして、ブドウツーリズムフェアの開催についてですが、スポーツ庁ではスポーツツーリズムを活用した地域活性化に積極的に取り組んでおります。特にインバウンドニーズの高い日本発祥であるブドウと歴史や文化等を組み合わせたブドウツーリズムを推進し、訪日外国人や各地域に根付く本物のブドウを体験しに地方を訪れるなど、大都市圏をハブとした地方への誘客を推進していくことが重要だと考えております。昨年は相撲、忍者、空手、フィットネスなど体験いただけるイベントを東京有楽町で開催し盛り上がりを見せたところですけれども、今年度は京都市にあります仁和寺において誰でも無料で参加できるイベントを10月11日の午後より開催する予定となっております。具体的にはトークセッションや有名空手家による演舞を実施し、複数の武道体験や文化体験ブースを設ける予定となっております。トークセッションについてはオリンピックの時もさせていただきましたけども、戸倉長官にもご登壇いただきまして、また、ツーリズムの魅力などについて発信していただくことを考えております。また文化体験では農林水産省のご協力を賜りながら食文化の体験も一緒に行うことになっております。本日午後よりプレスリリースを行う予定ですので、詳細につきましては現在ブドウツーリズムをより身近に体験してもらえるようなイベントにすべく準備を進めているところであり、ホームページでも改めて発信していきますのでご確認いただければと思います。
続きまして、スポーツ健康まちづくり有料自治体表彰の開催についてですけども、こちら配布資料があるかと思いますが、スポーツ庁ではスポーツによる地方創生まちづくりに関する施策の一環としまして、今年度もスポーツ健康まちづくり有料自治体表彰を開催いたします。この表彰はスポーツを活用したまちづくりに積極的に取り込もうとする有料な自治体を表彰させていただき、日本全国でスポーツ健康まちづくりの取り組みが広がっていくことを期待しております。今年度の表彰につきましては先週より募集を開始し、スポーツを活用したまちづくりの取り組み計画を募集しているところであり、審査を通った自治体は来年1月に開催されます表彰式でスポーツ庁より表彰を報じをさせていただきます。また4回目となる今年度はより充実した内容の表彰となりますように、表彰自治体の中から特色ある取り組み計画の自治体としての特別賞を授与することとなっております。スポーツ庁では受賞された自治体の取り組みが実行に移され、地域の活性化につながるようサポートしていきたいと考えております。地域の特性を生かしたオリジナリティあふれる計画を各自治体からお待ちしております。冒頭最後になります。ユースポーツプロジェクトコンソーシアムの立ち上げについてです。スポーツ庁では障害のある方が誰でも気軽に身近な場所でスポーツに親しむことができる環境づくりを目指しております。これまでもパラスポーツ団体や企業等が連携したさまざまな取り組みを支援してまいりましたが、その流れを一層加速すべく、パラスポーツ団体や民間企業、地方公共団体が加盟し、連携の基盤となるユースポーツプロジェクトコンソーシアムを立ち上げることになりました。本コンソーシアムではワークショップ等を通じて加盟団体の間で交流情報交換の促進を図るとしており、他の企業でや団体との新たな連携の取り組みが生まれていくことが期待されます。今後は来月をめどにコンソーシアムを立ち上げまして、参加団体を募っていく予定になっております。パラリンピック、終わったばかりですけれども、今大変注目しているところですので、この機運がいいところで多くの企業団体にご参加いただいて、このパラスポーツ障害の有無にかかわらずところだと思いますけれども、さらに促進していくようしっかり取り組んでいきたいというふうに思っております。冒頭以上になります。